よっしゃー、リオルスです。それでは本日はドラゴンクエストビルダーズ2やっていきましょう。はい、前回はね、あの部屋レシピひたすら作りまして、あれからまた 3,4 個作りましてね、お城のキッチンとか食堂とかも作りまして、ようやくこのチェロが作れるようになりました。楽器はこれで多分今のところコンプなのかな。はい、まあ、ダウンロードコンテンツにあるかわからないんですけども、今のところ僕が作れる楽器はこれで全部だと思います。はい、さてでですね、そろそろ、何かオリジナルな大きいものを建てたいと思うんですけども、その前に一旦はね、みんなの部屋全員をちょっと作ってるところをお見せするのも、もう大変なんで、大変だし時間もかかるんで、とりあえず代表として今回はヒロイン、ヒロインたちのお部屋を作って、今日は頑張りたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。まずは、はい、モンゾーラ代表のヒロインでチャコさんですね。はい、このチャコさんの部屋をここ緑の開拓地に作っていこうと思います。ちなみにチャコさんの好みは、いや、チャコさんの好みもあれだな、広さ2の豪華さ1か。え、ってことはあれか、やっぱりそうだな、広さ2の豪華さ1、9とかナチュラルかの違いなんだな。え、そうなのか。あ、どうしよう。え、じゃああの部屋、狭い部屋作んなきゃいけないか。ちなみにチャコさんの部屋って以前、そのうちここチャコさんの部屋にしようかなっていうのが作ってはあるんですよ。ただその時広さとか豪華さとか何にも概念がなかったような気がするんで、ここなんですよ一応。はい、まあ、玄関出たらすぐお花畑っていうねメルヘンなお部屋作ろうと思ってたんですけど、これ多分広すぎるよな。広い広い広い、全然広い。じゃあここはちょっと違う方に使ってもらって、チャコさんの広さ1の部屋をうまく、あ、こことかどうよここちょっと探してみますね。なんて立体的な構造してるの。ここはポンペの部屋だよねポンペの部屋も、これポンペが満足してるかどうかわかんないんだよね。概念が生まれる前だったから、これも、ちょっといい場所を探してみます。いい物件探してみましょう。はい、やっぱり豪華さ1の広さ2ってのは難しいですね一応こんな感じで広さ2の豪華さ1でございます。はい、明かりはもうこの夜光草ですね草だより、ナチュラルに生きる、チャコさんならではなんじゃないでしょうか。はい、そして葉っぱのテーブルと、ヤシの木の幹の椅子ですね。はい、実際座れないんですけど、まあ、見た目的に椅子に見えるかなと。はい、で家の中にもキャベツ畑が一応あると何かしらを育てることができると、家の中でもね。はい、こんなんでどうでしょうか豪華さがね、上げらんないとね、どうしてもこんな感じになっちゃうよね。いや、さすがですわ、チャコさんこういうね、大自然の中で生きる女性、力強い、いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ喜んでくれるんだろうかそしていつの間にか目玉焼きが置いてあるけど、これ誰だ置いたの今仕事してるってことですね。誰の部屋しますか、どうかな。はい、ま、ですよねですよね、畑の中に作ったんだから満足だろう。これで、ヒロイン1人目は完成でございます。さあ走ってこい。これ長いんだよな、ファンファレ長い長いんだよ。はい、今回はね、部屋とかベッドとかも緑に染めてみたんですけど、何か思いついた。ロトの大時計、城のみんなが見ることができる大時計。はあ、時計が なんだろう、何のトリガーで今思いついたんだろう。あ、走ってきた、最高の部屋です。よかった喜んでくれた。じゃあこのテーブル壊れやすいんでね、気をつけて使ってくださいねちょっと力込めるとくしゃっていっちゃうんで気をつけてください。はい、じゃあ次行きましょう。はい、続きまして赤の開拓地やってきました。続いては赤のね、オッカムルの、
はい、ヒロインである、あれどこ行ったあれペロ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 、ちょっとペロペロ引っ越すところから始めないとダメか。え、ペロペロどこ行った、青か青か、あ、青にいた青にいた、引っ越す、赤、はい。じゃあペロさんの部屋を作りたいんですけども、ペロさんの好みは何でしょうね。広さ4、豪華さ4、ムードエッジ今までにない部屋を作れますね、これは。うん、これはちょっと楽しみだな。広さ4かで、豪華にもしていいっていうんで、これ結構作りやすいんじゃないかな、逆に。うん、ただそこ、それをどこに作る、広さ4の部屋を作る場所がどこにあるかですね。これまた場所を探すのが大変だな。ここ広さ、あ、ここ広さちょうど4だよ。こんなところに個室を作るのはおかしいな、さすがに。この辺どうよ、みんなちょっとちょっとみんな相談に乗っておくれよ。ニワトリがいっぱい、ニワトリがいっぱい、もう時間かかんな、そろそろ、はい、どうしましょうかね。じゃあまた、物件探し、場所探しからですね。うん、じゃあ頑張っていきましょう。ピラミッドの中にあるバーの横の、ここの無駄な空間、昔のあの料理チャレンジをやったところですね。ここがいいかな。この辺を全部解体してここに作りますか。うん、広さ4ならこの広さ、この空間ちょうどいいんじゃないかな。というわけで解体してみます。ほい。とりあえず適当に作ってみたけど、これでも広さ足りないのか。え嘘でしょこれでも広さ足んないの。じゃあもうちょっと広げるか。うん、え、どんだけ豪華な部屋になるんだそれ、ちょっとうん、広さ的にはこんなもんでちょうどいいだろう。うん、ちなみにエッチな壁っていうのなかったんで、適当にレンガをピンクに染めましたさてこっからどうするかだね。うん、頑張っていこう。エッチな部屋か、とりあえずエッチなグッズ置いてみるかはい、ここまで置いてみました。一応ですね、調べてみたんですけども、うん、あのこれでどうもエッチな家具っていうのはないみたいで、まあ、このエッチなライトとエッチな本しかないみたいで、もうそれだけで、まあ、ただね、このエッチなライト1,2,3,4,5,6 個置いただけでも、うん、エッチなムードが完全支配してるんで、まあムードは気にしなくて良さそうですね。はい。あとは豪華さが全然足らないんですよ。うん、豪華さを上げていきたい。でもなー、赤の開拓地でそんなに豪華にするっていうと、もう金を使うしか雰囲気的に合うものがないんだよなどうしようかねなんか、うん、雰囲気を、そこもう十分雰囲気は損なってるような気がするけども、オッカムルっぽい豪華なもの探していきましょう。お腹すいた。はい、こんな感じになりました。気づけばエッチな大きいマッサージ部屋になりましたけどもなんかさっきからね、荒くれどもが、うん、気に入ってるんですよ。あとワンコねたちが気に入ってるんですけども、はい、まあ、エッチなライト2個でも十分エッチな部屋になるんで、もう2個にしました。あんまり多くてもね、これうん、これの違和感が強すぎちゃって、はい、2個にしました。はい、でちょっと楽器なんか置いちゃって豪華さを上げつつ、はい、で、グラジオラスですね。ペロさんといえば、やっぱりグラジオラスが似合う女性なので、はい。で、ペロ看板もつけました。これはね、この高さ的に部屋の豪華さには関係ないんですけども、やっぱり置いときたいなという形で、はい。で、自室にシャワーがある人は初めてじゃないか。あ、僕の部屋あるか。僕の部屋風呂あるっけ。はい。ね、ちゃんとね、キノコハンバーグも作れるようにキッチンも用意しました。あ、キノコ置いてないな。キノコ持ってるか。 ある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 、キノコも置いときましょう。じゃあ、はい、せっかくだしね、この辺にね、ポン、あ、ポンと、あ、置けない、このキノコ置けるキノコじゃないじゃあいっか。以上で完成としたいと思います。実は豪華さ上げるためにこっそりこのクローゼットの下を金の床にしたりしてギリギリ
上げてみました。これ以上はねちょっとねオッカムルっぽくなくなっちゃうような気がするんですよね。もう十分オッカムルっぽくないかもしれないけども。さてじゃあ壁掛けをつけていきましょう。はいはい。あ、ちなみにこの肖像画は一応あのペロさんのお母さんと思ってください。はい。じゃあこの辺に置きますか。多分大丈夫だと思うんだけどな。いや広すぎても豪華さすぎても難しいってのがよく分かりました。やっぱり33ぐらいのね、うん、ゼセルさんぐらいが一番ちょうどいいってのがよく分かりました。ペロの部屋に乗ります。よろしいですか。はい、オッケー。あと難しかったのがエッチな家具がないっていうのがね、うん、あのライトしかなんでほぼノーマルで攻めなきゃいけないっていうのがちょっと難しかったかな今回は。はい、まあうまくコンプリートできましたんでよかったです。はい、さあ走ってこい。ちなみにそれでも飲むものはバーボンですね。はい、おお、どっから来た。すごく素敵だわあ、大きい可愛い個室になった。マッサージルームじゃなくなりましたね。はい、じゃあ、次行きましょうか。はい、次はアネッサさんですね。はい、青の開拓地やってきました。さあアネッサさんの好みは何ですかね。キュートか。あ、広さ広いさっきと一緒じゃん。マジかー、広さ4の豪華2ね。まあ豪華は2で抑えられない。キュートはでも作りやすい。キュートは作りやすいね。うん、オッケーオッケー。広さ4、ここに広さ 4? 広さ4作れる場所あったか。うん、ここなんだっけ、兵士の宿舎か。うーん、どっか空いてる部屋、ここなんだっけ、ここ武器屋か。クールな大きい武器屋ですね。箱板売ってますね。うーん、これで広さ4、え、1、2、3、あ、広さこれでいいのか。広さはこれでいいと。うん、え、なんか今花火込めてなかった今え、何してんのこのおばあちゃんすごいな、すごいなってやつ。しかもすごい声出してんなあのおばあちゃん。広さ4か。ここはビビットな大きい空き部屋なんだよね。でここがあれ空き部屋、あ、プットの部屋だよねプットの部屋の隣じゃ嫌だろうな夜な夜な変な歌聞こえてきそうだしな。うーん、どうしよう。でもここ何にも使ってないんだよね。うーん、まあまたちょっと物件探し、場所探しからですねやっていきましょう。うーん、いろいろ探してみたんですけどやっぱりここが良さそうですね。城の中に住まわせてあげたいし、うん、なのでプットはここに、うん、独立するか孤立する感じでで、分けました。うん、これで夜な夜な変な歌は、あ、上から聞こえてくるかな、大丈夫かなはい、じゃあここに、作りたいと思います。広さ的にねここちょうどいいと思うんで、はい、やっていきましょう。はい、キュートな部屋ね。このビビットな部屋からキュートな部屋に変えていきましょう。おっ、やばいですね。今までで一番難しいかもしれない。なんでかっていうと広さ4にすると勝手に豪華が上がってくるんですよ城の壁だと。かといって城の壁を変えるとおかしくなるんだよな。どうしよう、 もう壁変えていくしかないか、かつ外から目立たないように変えていくか、豪華じゃない壁に変えていくしかないなこれ本当に。で下の床が隠れキュートなんですけども、これも多分豪華なんですよ。うわ難しい豪華にって難しいぞ。いや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 、どうしよう、困ったな。ん、なんかみんなにめっちゃ褒められたけど大きいぬいぐるみハウスになった。え、なんでぬいぐるみ3つしか置いてないのによっぽどミトさんの部屋の方がぬいぐるみハウスだったんだけどな。大きくないとダメだったのかな。とりあえず広さと豪華さはこれでいいんだけど、これじゃちょっと部屋として寂しすぎるから生活感なさすぎだから、これこっから豪華にならないように家具を置いていくしかないな。難しすぎるな。くー、は
い、なんとか出来上がったかな。キュートな大きいぬいぐるみハウスになってますけど、今。おお、いいセンス。はい。なんか、通じ合うところがあったようですが、はい。まあ、ギリギリ豪華さを保ちつつ、広さを保ちつつ、戦士の、兵士のね、部屋っぽくなったんじゃないかな。ここで訓練しているところをこのぬいぐるみたちが見守っていると。でですね、もうどうしてもやっぱり急、こう兵士の部屋に近づけていくとどうしてもクールがかってしまうんで、また今回もスライムタワーにお世話になりました。 この視線を そう、視線を感じるんですよ。視線を感じて、こう緊張感の中で訓練せよという部屋になりました。はい。で、もう苦肉の策で豪華になりそうなものは2段目から上、3段目以上に押し上げました。このライトとかね。やっぱりお城の部屋なのに質素にするのってやっぱり違和感があって、どうしてもね、この木にしたりとか、この壁を。なのでこうなりましたね。はい。で、アネッサさんの生活空間も、もう苦肉の策で、はい、ロフト。ここになりましたね。はい。この鎧ね、この鎧とか、あとね、やっぱり兵士なんで戦術とか兵書とかあるだろうし、本棚ね、置きたかったんですね、どうしても。はい。だから生活空間をここにしました。ここなら豪華さ関係ないからね。 ちょっとずるいかもしれないですけども、これしかなかった。はい。で、ここで訓練をすると。はい。ということで、ここをアネッサさんの部屋にしていきたいと思います。なので、ここアネッサさんの部屋にすると、アネッサさん多分眠れないんだよね。こっちはアネッサさんの部屋判定じゃないから。でもしょうがない、これしかないんだ。もう多分これで大丈夫だと思うんだけど、よろしいですか？オッケー。ほんと苦肉の策だったな。プライベートルームに、あとちょっと、もう少し広くして花とか置きたいかな。まあ、とりあえずはこれで広さ、ムード、豪華さは完璧に仕上がりましたと。はい。さあ走ってこい。さあ感動しろ。あれ？あれ？お、来た。これ以上の部屋はない。そしてなんでお前それを着ているんだ、いつの間にか。 あれ、シスターウーク着てなかったっけ、この間まで。サマルトリアがお気に入りになっちゃった。へえ、面白いな。 はい。というわけで、ようやくね、青、緑、赤、3ヒロインの部屋は完成いたしました。いやー、アネッサさんが一番苦労すると思わなかった。広いけど豪華にしちゃダメって本当難しいわ。はい。よし、なんとかなった。オッケーオッケー。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。次回なんですけども、ちょっとそろそろ前々から作ってみたかった大きいものにチャレンジしたいかなと思ってますので、少し、お時間をいただくと思いますので、ご了承ください。まあ、違うゲームもやってたりするんですけども、ビルダーズとしての動画はちょっと先になってしまいますので、よろしくお願いします。ちょっとね、まあ、それを建てるために、いろんな人の部屋を作って、まあ、訓練してきたというか、慣れて、ビルダーに慣れてきたっていうのもありますので、はい、大きいのが出来上がりましたら、はい、披露したいと思いますので、その時はよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとう、失礼いたします。バイバーイ。頑張ろう。